こんにちは、食事処さくらです。このチャンネルはいつものご飯をちょっと美味しくテーマに投稿しています。今日はカレールーで簡単キーマカレーです。まず玉ねぎをみじん切りにしていきます。みじん切りがめんどくさいなーっていう時はこんな感じのギュイーンって引っ張ると一気にみじん切りになるやつ、1000円ぐらいで売ってると思うのでぜひ買ってみてください。何の宣伝なんだろうってなるんですけど、よかったら買ってみてください。これだとちょっと粗いんで軽く細かくしていきます。こんな感じの大きさで大丈夫です。次にしめじの下処理です。しめじ半分使いますんでバスって切っちゃいます。それで石突きを落としてから、それをほぐしながらちまちま並べていきます。並べたやつを細かく切っていきます。なんとなく玉ねぎに大きさ合わせる感じですね。こんな感じで細かくしておきます。ちょっと大きくても縮むんで OK です。温めたフライパンに油をひいて豚ひき肉ぶち込んでいきます。キーマカレーは鶏ひき肉使うものが多いんですけれども、合いびき肉や豚ひき肉でも十分美味しいと思いますので OK だと思います。ここにおろしにんにく小さじ2、おろし生姜小さじ1を加えて香りが出るまで炒めていきます。ニンニクと生姜のいい香りがしてきたら玉ねぎを投入していきます。これで玉ねぎがしんなりするまで炒めていきます。火加減はこのぐらいで大丈夫です。中火と弱火の間ぐらい、強すぎると焦げてしまうんで注意です。玉ねぎがしんなりしてきたらしめじを加えていきます。ケチャップ大さじ1、ウスターソースも大さじ1加えて水分が飛ぶまで炒めていきます。水分が飛んでパチパチしてきたら水を 150cc、 カレールーを2皿分入れて蓋をして30秒待ちます。30秒経ったら蓋を開けてルーをしっかり溶かしていきます。ここでルーをしっかり溶かさないと粉っぽくなってしまうんで気合い入れてしっかり溶かしてください。なんか溶けないなと思ったらちょっと水を足してもらうと溶けやすいと思います。ルーがしっかり溶けたらカットトマト缶 200g 投入します。よくお店に売ってるのが 400g のトマト缶なのでだいたい半分使います。このままトマトを潰しながら沸騰させていきます。しっかり沸騰してきたら牛乳を 50cc 入れてもう一度軽く煮込んでいきます。この牛乳がかなりいい仕事してくれるんでぜひ試してみてください。ちなみに最近買った今使ってる無印のシリコンスプーンめっちゃ使いやすいです。買ってよかったランキングかなり上位に来ますね。よかったら一応概要欄にリンク貼っておきますので見てみてください。しっかり混ぜながら煮詰めてこんな感じで底が見えるようになってきたら完成です。早速盛り付けていきます。やっぱりこのご飯の盛り付けでキーマカレーの9割は完成しますね。ここに卵黄と
大好きな粉チーズをトッピングに、乾燥パセリで彩って完成です。この動画がいいなと思ってもらえたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。